で、彼氏がイライラしてんだよ。もうわかんの。ね、だから無理やり奈々ちゃんに会いに行こうってね、奈々ちゃん、奈々ちゃんって言って、で、宿つけてる彼氏がムスッとしてる、もうそれが、なんかね、気まずいの。ね、片方は奈々ちゃん、奈々ちゃんって言ってて、こっちはそれを見て、男性が嫉妬してるわけよ。それがね、嫌なんだよ。顔つきでわかる。もう、ムスッとしてんの。うん。顔つきでわかりますよ。ねえ。でもそこで私と会って逆に彼氏がハマっちゃうんだよね。そのサイクル。で、直接会って彼氏の方が逆に見始めちゃうっていうね。ハマっちゃうパターン。それで彼氏がハマって、ね、今度ね、友達に紹介して、紹介制なんで、うちってね。その友達の家族が見始めて、お母さん見て、娘が見て、その娘のお友達が見て、その娘のお友達の学校のお友達が見て、またさらにそのお友達の、家がまた見始めてってね。で、近所のママ友が見始めてってね。で、今度インストラクターの教室のママ友が見始めて。ネズミ。ね。それでそのママ友が仕事してるね、仕事先の同僚が見始めて、上司が見始めて。ウケるでしょ。ネズミこうなんだよ、うち。モンジュリ体操とか作ってんじゃない？マンジャリマンジャリマンジャリとか言ってね。マンジャリマンジャリマンジャリ朝からマンジャリマンジャリ朝から7時からマンジャリ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 とか ああ、ウケる。マジウケる。9800円だよ。いくよ、せーの、いくよ、せーの、せーの。あ、私が欲しかった緑じゃん。つまんないって何なの？メロンソーダ。あ、なんか薄くなった感じがする。氷が多いのかな。氷が多めって感じで、このセットはお皿がついて、これレッドホットチキンで、今日から復活、今日から復活のレッドホットチキン、毎年恒例ですよね。で、このセットはポテト、サンドイッチとお飲み物がついて1300円かな。あとお皿付き。まあ、結構食べる人は物足りないかな、これでね。別にチキン1個食べたいとかね。なんか落ち着かないな、ここ。こう座りたいんだよね。でもさ、ケンタッキーのポテトって好き嫌い分かれるよね、これね。マックのポテトがめちゃくちゃ好きな人はこれ嫌だって言うんだよね、芋感がね。まあ値段も高いしね。でもモスバーガーはまた違うじゃん、こういうなんかほんとポテトの形やん。 モスはこういう三日月型でしょ。マックは細くてカリカリじゃん。
でもね、これもね、食べたくなるんだよね。なんかケチャップに合うのはこっちだよね。ソースをつけたくなっちゃうのはこっち。で、マックはそのまんま食べたいって感じ。うん。あー、画面が暗い。ホットチキン。レッドホットチキン。それこの皮だけ、ここだけ食べるね、カリカリのとこだけね。で、中は捨てちゃう。結構ピリ辛だよね、これね。あー、ちょっと無理かな。嫌なの、この、だから鶏のビラビラが嫌なの、このブニブニとか。で、これチキンカツ。和風の。これは私食べれんのよ、これ。カツサンドね。もうね、甘いタレがいいんだよね。甘だれが。すごいね、それとね、マヨネーズが上に乗ってんだけど、そのね、組み合わせ、あとこのキャベツの感じね。粗末にそんな食べれないんだからしょうがないでしょ。いいじゃん、私の金で買ったんだからさ。食べ物粗末とか言うけどね、残したことねえのか。これ食べれないわっつって残したことないの、捨てたことないの。本当だよ。一度も残したことない、食べ物捨てたことないんだったら言ってもいいの。捨てたことあるし、一度は米粒一つも捨てたことないのか。だって皮だけくださいなんて言えないじゃん。私は皮が食べたかった、皮じゃない、カリカリをくださいなんて言えないでしょ。これの骨付きなし、骨なしを作ればいいんだよ、レッドホットチキンの。骨が嫌なんだか、ビラビラと。レッドホットチキンのカリカリだけ食べたかったの。肉はいらないの、ビラビラの。カリカリが好きなの、あの辛いところね。子供だけくださいっつってくれんのかな。セレブとかじゃないの、だって。だってそれだけ食べたいなって買うときない。ないのかな、みんな。でクリスピーはあんだけど、クリスピーはレッドホットチキンじゃないでしょ、辛くないやん。クリスピーは好きだよ。レッドホットチキンの骨なしを作ってくれないんだよ、だからさっき。骨が辛そうだね。骨とその周りについてる皮が嫌だの、肉が。ビラビラの。あの骨と肉の境目のあの筋とかビラビラとかね。なんかこの、コラーゲンみたいなのが嫌なのね。クレーマーじゃない、昔かな。だから私はオリジナルチキンを食べないの、ケンタッキー行ったな。カーネルクリスピーかツイスターかこのカツサンドしか食べないの私は。だからあのクリスマスのなんとかバケツ、ハッピーバケツだっけ、クリスマスバレルか、あれも食べれないの。クリスマスの時期はホットチキンパイしか食べないの。もう何時間この話してんじゃん、さっきから。分かった、ね、だって家出る前からこの話してんだよ私ね。もう2時間ぐらいこの話してるからね。ほらもうあとちょっとになっちゃってね、こうやって
興奮しながら食べるとね、あっという間なんだよ。味わって食べれないね。だろ？今日はネタ切れです。じゃあ明日また来ればいいんだよ。マジじゃない。寂しくて憂鬱な秋には胸を張って歌うのを。朝が暮れたデーモンのドゥルドゥドゥドゥ。お梅だいはでしょ。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかんちゃちゃん、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかんちゃちゃん。昨日お家へ出かけたら車にひかれちまったよ。チクショウ。よぎまま違うね、またね。ナナちゃんさ、本当にやめてほしいんだから。ピッとかちょゆっくりなんだよ。本当にもうなんて嫌なんだきとかち。みなみちゃん、みんなみなみだよ。あのこれ新しい髪飾りなんですけど、あの夢天望で買ったんですよみたいな。でもこれあれ似合うかなって言われて、でも似合うと思ってるんですけど自分でみたいな。桃奈々ちゃん、茶なくも少ないんだよ。嫌になっちゃうよ。金梅さん、金梅さんね。あーなーなちゃん、ほんとちょっと分かんない。あーなちゃんみたいな。モスコちゃん、これ勝つって分かんない。モスコちゃんやめてって、もう本当にやめやめてって。怖い、見られてる見られてる。やめやめてって、もういや怖い怖い怖い、やめて怖い、やめてって怖い。じゃあジブリから、隣のトトロのおばあちゃん、メイちゃんが行方不明になって、畑でメイちゃんを探すシーン。ちょっと待って、畑っぽいとこを探そう。いくよ、めいちゃんを探してるシーンね。めいちゃん、こら、かんちゃん、どこ行った。顔なし、顔なしはね、じゃあ顔なし、線のことが好きすぎてね、金をあげるシーンね。
千千尋ちゃんに、千尋ちゃんに金の貢ぎ物をあげるとき、ああこれ、もう終わる、もう疲れた。お皿はゲットしたんだよね。これね、なんかいつか使おうね。これね、KFC。